うじゃし。皆さんこんばんは。こんばんは。ブルーベリーチップスはるちゃんと天狗のハットがトレードマークのシンガーソングライター準レギュラーカエヌです。よろしくお願いいたします。よし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 。1ヶ月に1回、1ヶ月に1回、1ヶ月に1回、イエーイ。何これ何これこの立ち合コンみたいなこの手は何で、わかんない、全くわかんない。じゃあやっぱ出たいやないか、俺本当にカメラ大好きだから。待ってたよ。お前はほんまか。じゃあお前本当に一人の時ラフよな始まったよみたいな、何あれって。俺番組前で見てるからさ、何やねんと思う。あね、何たくさん来てくれないと俺本当にただ単に日焼けした二の腕とかを見せるよほんまに、うん、どんだけ一人の時君楽にやってんだろうね目と声が大きい。うん、あの目はそのままやし、声だから0か100しかないね、ボリュームこれ、まあ、まあでも本当お待ちしてましたよ。ありがとうございます。しかもね、今日楓さんね、また素敵なゲストの方連れてきてくれてるんだもん、ね、前回はリンさんっていうさ、そう、前回ね、またあの人もほら女優さんね、そういろいろやってる方で、美しい方 でしょ、ね、で何、今週はもう芸能人の方連れてきていただいた。そうそう、あのここにいたスタッフの方がびっくりしたもん、ね、うん、めっちゃ食いついてた入った瞬間に、えみたいな、めっちゃ食いついてた、もしかしてみたいなね。あの、一応っても変ですけど、この番組一応僕メインパーソナリティなんですけど全然差し置いてもそうね、でもまあそれが当たり前の反応だと思って。まあまあ、うん、だってあの、ほんまもんの芸能人。そうなのよ、皆さんほんまもん来ましたよ。ちょっとこの番組舐めてるでしょ本当にすごいんだからね。そうもう、まあ、連れてきたの俺だけどね。まあね、本当さすが楓様でしょ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 、みんな意外とすごい人どんなんやねんただの小池栄子さんじゃねえんだ。誰が小池栄子やねん、だから誰がダメなんや、浮かんやねん。何何何、はいはいはい、あ、もう早速ね、あの、何が何がツイートが来てるんだよ。ここちょっとあのほら、ちょっと時差つきですから。あー、ね、そうちょっと今待ってくださいね。ていどんどんつぶやいてくださいね。どんどん今夜もですね、つぶやいていただいて、もう本当になかなか皆さん、あの芸能人の方と直にね、そうあのお話することないと思うんで、うん、そう、この機会に出て、あんなんも出てる、あんなんも出てて、あんなんも出てるからね。まああえて今言わんけど、なのに超いい人。そう、めっちゃいい人。もうさっきちょっと抱かれたかった。なんでやねん。本当。しかも待って、このトークをして拗ねてる男子がいるから、もう一人。面白い。おかしな話でしょ。おかしな話でしょ。ほんまや。待って、違うの。待って、オープニングであんまり時間使えない。あ、そうゲストの方はやっぱりお招きしたいんで。まあ、そうそう。はい、うん、そんなわけでですね、うん、今月の、お、今月のっていうより今日は19日でしょ、うん、で明日明後日は、うん、このチップスのプロデューサーのもぎさんのそう管理されてる坂戸よさこい、おわきた、これぜひね、ご覧いただきたいのと、ここにね、ぜひ鶴ヶ島近辺の方、ね、ぜひあのご覧いただきたいとともに、今度は20日ね、うん、小池さん、はチップスのイベントに20日21です。ですよね。びっくりした、今びっくりした。20日、俺、千葉のショッピングモールで俺、歌うってことになって。違う、びっくりした。そうだったね。うんうん、いきなりが来れないね。うん、びっくりした。映像でしか来れない、ね。一瞬びっくりしちゃった。かぶっちゃったの。間違えちゃった。21ね。21。よろしくお願いします。うん、あ、よろしくお願いします。あの、行きますよ。はい。どういう感じで出るかも俺もまだ分からないんだけどね。はい。ぜひ、ね、ぜひ楽しみにしていただきたい。お願いします。そして何よりワンマンライブの話は、もうね、僕考えてみたらツイートしちゃってるんですよ。どなたがゲストか。嬉しくて。そうですね。うん、言っちゃってました。はい。うん、バラしちゃってますか。バーカ。バーカ。俺バーカ。だちょっと後でそのお母さんと一緒にね、ちょっとワンマンの話してみたいな。そうだね、思いますので。オッケー。じゃあまずはちょっとね。早速ね。はい。そんなわけで今週もですね、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。お。Now
さて、そんなわけでこちらの番組にもあ、もう一回言っとくわさて、あ、こんな感じになります。はい、それでは早速今夜のゲストをご紹介いたしましょう。お、映画監督されております辻岡正人さんにお越しいただきました。よいしょ、よいしょ、いらっしゃいまして。イエーイ、イエーイ。いやこんなノリだっけ。だから俺どん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 さ、いや知ってる人なんだよ。そうですね、だけどもうどんどんイメージが崩れてて、ほら本当に会うたび会うたび全然来る。まあいいや、生って怖いですよね。そうですよね、めっちゃ怖いですよ。生はちょっと集積かないからですね。ピー入れられないからね。もう自主ピーを入れていただいて、発言に気をつけて、気をつけて、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そんなわけで、お、こんばんは、パソコン復活しましたということで、ノイさん、お、こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そんなわけで、辻岡正人さんでございますけれども、知ってる人は、まあ、もうすでに見て、あって言ってるでしょ、きっと。逆に、この方が自然なんじゃないですか。確かに、うん、画面で見る方が、あ、そうだね、多分そう、自然じゃない、こっちの方が自然だよね。だからその両サイドにうちらが、えってなってる。そうそうそう、なんでお前らが両サイド挟み込んどんでみたいなね。違うだろう。あ、辻岡正人さんだって早速持ってきてる。いいないいな、有名人見れない。やらせ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 、ほんまに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 やらせやで。何の心配してちょっと待って、この番組やらせとかないから。びっくりした、ガチで辻岡さんが言うとほんまにやらせとかなるからやめて。結構発言力強いですよね。びっくりするからこっちは。いや、でもね、映画監督ということで、本当に、なんて言うんでしょう、お熱い方じゃないですか。そうそう、さっきね、実は、そう、もうね、もうね、すでにもう収録をちょっと終えて、こちらに来てるんですけれど、辻岡さんは本当にいろいろ多方面でも活動されてますけれども、なかなかスタッフの方が見に来ることないですから、番組を。ほんまや。ちょっと皆さんどういうことですか。ダメやね、毎週やってる。待って待って、やってるじゃないですか、ここで。待って待って、俺が連れてきたよ。いや違う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 、何これ何これ、可愛らしい女の子がいる。もうダメ、そんなん言ったら全部持ってかれる。全部持ってかれる。もう今ハートマーク全部出てる。ほらほら、もうどうする、キュンキュンされてどうするんですか。もう辻岡さん、ちょっと待てや。じゃあ今日からちょっと辻岡さんの付き人で動きますよ。で、うちらはね、まあ、そういう思いができるわけですから。そうそうそう、なんかね、毎週やってるのに初めて見た。ほんまになんか今メニューを取りに来るのかと思っちゃいました。びっくりしましたけど。すごいよね、うん、俺本当にサインもらっとこう。いや本当に僕、あーって色紙でしょ。ちょっと待って、ちょっと待って、今日のこの展開おかしい番組。おかしいでしょ。待って、女性陣が興奮するならわかる、男性陣興奮するならやめません。このスタジオ全部こっちかと思われるから、それやめません。まあ、そんな、あ、そんな辻岡さんじゃないですけど、どんなどんなどんな、そう、辻岡さんなんですけれども、絶対一番好き。いやだからもう一番の称号あげるよ。ちょっと待って、危なくなるから、だんだん空気危なくなるからやめて。もよし、ちょ行こう。だからさ、もう映画監督さ、そうなんですよ、まだ、ね、まだそう、映画監督のっていうまだご紹介しかさせていただいてないので、そうそう、ちょっといろいろそこをね、こう掘り込んで、はい、掘り下げて、あ、掘り下げてね、掘り込んで、掘り掘り言ってるじゃないですか。あ、まあ、行こう。生は怖いです。生って怖いですよね。だから、掘り下げー。まずちょっと番組の前半ちょっと真面目にいきましょうよ。そうそう、ね、前半からぐらいだよ。まあ、辻岡さんなんですけれども、まあ、映画監督をするにあたってのきっかけというか、いきなり映画監督になろうと思ったわけじゃないと思うんですが、はい、きっかけっていうのは何だったんですか。僕今31なんですけど、はい、17、高校の時に、はいはいはい、バスの運転手か警察官だろう。すごいね、全然違うよね。うちのちょっと親が銀行員で、お金ちょっと仕事してて、はいはい、なるほどなるほど、ちゃんともう、なんだろう、まっすぐ地面をつけたような人生を歩んでいきなさいってことを親に言われてて、で、その時、何気なくこうザ・テレビジョンを開くんですよ。
はいはい、ほう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 、塚本慎也監督、うん、バレットバレー、うん、英語の出演者募集って言ってて、おおっと、うん、え、これ応募したら映画出れるんだ、うん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 、だってそんな映画の出方とか、そうですよね、テレビの出方とかってそんな分かんないですよね、ないですね、うんうん、でもこのなんだろう、オーディションに応募したら映画出れるんだって思っちゃって、うんうん、応募したら、まあ、幸い受かったんですよ、おおいや、これが本当にもうちょっと、でもそれってそうですよね、だって人数にしたら、うん、とんでもない人数でしょ、とんでもない人数、うん、でも全てタイミングが良かったんですよね、もともとそのバレットバレーっていうのが、うん、あの元ブランキー・ジェットシティのドラマーの中村達也さんとか、はい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 、メインで出てきてまたそれも有名なそんな仲間役を募集してたんですね、うん、で達也さんって結構こうアウトローなロックやってるぜみたいな感じの雰囲気の人じゃないですか、で当時僕も16、17ぐらいの時はちょっとそういう雰囲気を持ってたやんちゃ坊主だったんでそこはなんかまあ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 ね、まあね、まあね、はい、そのぐらいの時期みんなね、うん、まあまあ結構通る道ですよね、うんうんうん、そのタイミングがバシッとあったから今になって思うんですけど、はい、本当にタイミングだな。オーディションだって受かったっつったって、なんか お芝居とかの経験とかってどうだった？いや、全くないんですよ。でも、監督は別に芝居見てなかったんですよ。これがすごいなと思って、うん、やっぱ雰囲気、うん、その人の醸し出す雰囲気が、うん、勝ったやつに合うかどうかっていうところしかったんですよ。はぁ、何がどこでチャンスが狙えて、ね、タイミングがあるのかっていうのは、いろんなことをやっぱり手を出してみないと、うんうんうん、そういうタイミングっていうのも見つけられないし、気づかないし、手に入れられないんだなってことを今になってやっと分かる。でも確かにそうですよね。あの、まあ、我々の話しちゃあれですけど、うんうん、やっぱりこういうことをしてなければ、うん、辻岡さんにも会えなかったわけだし、まあまあ ね、うん、確かに我々も楓さんとももうワンショットじゃないですか。あ、待て待て待て、このえ、これずっとワンショットだったんですか。さすがっすね。あらららら、ゲストによってこれだけ差を出しちゃうのはいかがなものかと思います。他のゲストの方、もう一個だけ言わせて、俺準レギュラーで1ヶ月1回なのに何で俺見てんの。おかしいやろ。さっきからスタッフの方がチラチラこっちを見てるなって、なんか視野に入っててなんだろうなと思ったら、しかもスタッフと向こうでクローズゼロとかってそこ書いて何してんねん。何をしてんねん。だって楓さん、俺ら二人とも真面目な話聞いてたのに今ずっと辻岡さんワンショットだったんですよ。もう、まあ、何今日、まあいいじゃないですか。じゃあほんとね、まあ、クローズ出てね、バーンって売れようかなと思ったら失敗して、よし、もう言っちゃうまあ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 、いろいろまあいろいろあるんですよね。え、でも今あれですか、あの映画監督さんにまあもちろんなられて、はい、今成功されてますけれども、どっかでこう、あ、でもあの時ね、運転手とか警察の方に要するに進まなくてよかったなってやっぱり思ってます。それでもまだちょっとやってみたいなって思う。あ、どっかに逆にね、逆にね、そうそう、今になってあの時テレビ上に会ってなければ、あ、やっぱあるんですか。僕の知り合いで、はい、クロラユウキって言って、昔結構90年代とかのテレビドラマとか、はい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 、彼、うん、が独特な人だ。まあ今声が声できなかったか、今何してるかってあんまちょっとみんな分かってないんですけど、あ、でもそうなんだ。芸能界辞めたんですよ。あ、だからあまりドラマとかでもで辞めて、で、なんで辞めたのかって言ったら、うん、もう生まれた時から子役で、うん、あ、確かに俳優でしかも仕事をずっと20何年間やってなくて、他の仕事を経験したことがない。で、今このタイミングで、もうすぐ30歳から迎えるんですけど、迎える前のタイミングで本当に自分は俳優でいいのかって、うん、他の仕事をちょっとやってみたいって言ってバイトしたりとかしてるんですよ。へぇ、マジでかっこいい。それもでもゆくゆくはまた戻ってくる可能性もあるんですけど、一、ね、回自分をぶっ壊してやらないと、なんか新しいものを見つけられないとか、そういうなんか生き様も自分より年下なのにすごいなって。いやいやいや、憧れやっぱありますよ。ほー、まだ残ってるっすよ。つったってよ、うん、映画監督さんでしょ、うん、ね、俳優さんでしょ、で、今回そうアーティストさんでしょ。そうなんですよ、実は今夜もうやっとるじゃない、いろいろ。ちょっと待ってください。何が何が、ちょっと待ってね、うん、今夜お送りしてるのって3名ですよね。そうなんだよね。ですよね。確かあの俺結構声張ってんだよ。でさっき辻岡さんワンショットで抜いていただいて、で、まあ、今度、まあ、パーソナリティとして私今、まあ、やっぱりインナー映んないとだよね、そうそうそう。ちょっと映像見ていただいてよろしいですか。うん、そうだね。俺がいねえし。ちょっとね。だから。あ、じゃあこっち。そうなんですよ。逆なんですよ。こっち。
まあでもあのちょっと待って、楓さん、ね、左肩は出てますね、左肩は。あの、ごめん、本気で席外そうか。本当に MC だけにしようか。いやいやいや。まあでも今夜はあのアーティストのね、まあまあまあ、そうさとさんとしてお越しいただいてるんですけど、うん、あの映画の話も、ね、たくさん聞いていきたいんですが、まあそちらは、うん、せっかく、私のじゃない、あのブルーベリーチープスの何何何、うん、あのラジオ番組に出ていただいたので、うん、そちらの話はやっぱラジオに聞いた。あー、なるほどね。まあ結構喋ってよね。結構、時間フルで放送時間30分なんですけど、全部下ネタ。いやいやいや、もうね、冒頭からね、辻岡さんだって出しちゃうんだもん。そうそう、これが生なんで、こっちの生だからね。そうそうそう、こっちの生出ちゃう、出ちゃうじゃない、出ちゃう、出ちゃう、出ちゃダメ、出ちゃダメ、もう出ちゃうじゃん。超やばい。本当にね。このキャラで、なんでやねん。出して OK じゃない。これ生生生。出して OK ってなんやねん。放送事故や。辻岡さんの役者人生にかかってるから。こんなことしてます。まあでも今夜アーティストの辻岡正人さんなので、そうそう、はい、いろいろお話を聞いていきたいんですけれども、うん、はい、今ちょっと時刻これ表示、あ、23分ですね。じゃあですね、まあ、アーティストの辻岡さんにお話を聞く前に、うん、そのアーティスト目線で、うん、ブルーベリーチップスを見ていただきたい。あ、いいね、よろしいですか、見せてください。ありがとうございます。はるちゃんの熱い魂をマジですか、見せてください。いいですか、はい、じゃあご覧いただいてよろしいでしょうかね、はい、じゃあ皆さんもお付き合いいただけますかね。どの辺に出てきますかね、今週は。そうだね、うん、まあ多分僕のとこだろうね。そして今完全にもここ2人で盛り上がったから、やっぱ俺いらないね。いやいやいや、何を言うの、何を言うの、カエルさんがいなきゃ、カエルさんいなきゃ、もう、はい、じゃあその前にちょっと一旦ね、おうおう、 CM をご覧いただきたいと思いますので、はい、この後ですね、スペシャル動画をお届けいたします。よというわけでですね、今夜のスペシャル動画ということでですね、お届けしたいんですけれども、まあ、今夜はね、あの辻岡さんも楓さんもいらっしゃいますので、ちょっとお二人にですね、まあ、ブルーベリーチップスをご覧いただいて、ただまあ映像的には、最新のものではないんですが、あの基本的にはブルーベリーチップスの動画を今 YouTube で、はい、アップしておりますので、よろしかったらまたあのプライベートでもご覧いただければ。またね、全然本当にあの今ここでこういう風に喋ってますけど、結構また全然やっぱライブになると全然変わるんですよ、キャラクターも変わるし。やっぱアーティストの方って変わります、ね、
なんか僕らって多分、ね、映画畑の人間って表裏そんななく、なんかこんな感じなんですけど、アーティストの人ってカメラやっぱこうね、これ今偽物おかしいでしょ、おかしいでしょ、我慢我慢偽物の2人で、これ偽物、辻岡さんの発言力強いんだから、カット変わったらまだ人格変わる、変わってない、あえて言う、俺はそうだが、いやいや俺は全然変わる、そこで俺最後まで俺は俺はって言えないじゃん、なんかやらしいじゃん、おかしいでしょ、そんなことない、そんなこと、一人抜けたみたいな、あー俺本当にこれこの番組終わった後辻岡さんと距離縮まってんのかな本当ね、そこちょっとね気になっちゃうね、おあ、わかりました、あの今夜私ちょっと半分消えてですね、うん、そして僕全部消えてます、うん、まあ、まあ、でもそうですよ、うん、視聴者の方は辻岡さんを見たいのでまあここに私のこの下に今出ておりますので、うん、ね、そうじゃあちょっと去年あたりの映像になっちゃうんですが、うん、はい、はい、うん、まあ、8月でですね、1歳を迎えるチップスでございますので、あ、楓さんが移動をしてきて、あ、なるほどなんで、なんで準レギュラーの俺が後ろで中腰やろおかしいやろおかしいやろなんで抜かさないな、セクシーな、セクシー、いやいやいや、とんでもないですもん何をしてんねん、これ。じゃあ早速ですが、ちょっと映像の方をご覧いただきたいと思います、どうぞ。真ん中の方がイントラクターやっぱプロがメンバーの、あ、そうですそうです、はい、まとまっているのはこれが多分で、イベントがすごいっていうところで、さすがに無理だ。そうですね。そういう曲もあれば、まあ同じか。あ、本当ですか。なんかすごい優秀。あ、そうですね。アーティストの辻岡さんから見てこういう、まあ、プロジェクトというかエンターテインメントというか、いや面白いなって、なんかもうやっぱ歌うことしかなんかないのかなっていう単純な発想しかないんですけど、こうやってなんかダンス地域の方々と一体となって表現していくっていう、なんかこうシステムというか番組がなんかこう自分だけじゃなくてみんなで一緒に盛り上がって楽しんで喜び合いましょうっていうなんか姿勢がすごくなんか素晴らしい。そうだから僕もあの全然そのなんて言うんでしょう、まあ音に関しては本当にまあ音楽をやられてる方って本当たくさんいらっしゃると思うんですけど、僕なんかも全然知識がなくて、本当なんて言うんですか、インスピレーションというか、本当にこう思いついたこの想像力で一曲一曲実は作ってまして、でやっぱりその中多分だから細かいそういうなんて言うんでしょうね、あの楽譜に起こしたりとかすると。ちょっと小説数がおかしかったりとかって、まあ、そういうところはあの茂木さんにサポートしてもらってはいるんですけど、まあ、イメージを伝えて、で、まあ、ちょっとアレンジをしてもらって、でこう原曲を常に書いてるんですけど、やっぱその時にやっぱこういうイメージが頭にあるんですよ。で、なんだろうな、まあ、ちょっと失礼になっちゃうかもわかんないですけど、例えば辻岡さんでいうところ その映画のこう、ね、テーマを見つける部分での、なんか自分の中ではやっぱ
こういう感じの曲を作りたいなと思って、うん、まあ、1曲ごとを作ってるんですけど、うん、やっぱ何かを作るって結構大変な作業ではありますよね。大変ですよね、なかなかこのアーティストというか、うんうんうん、物を生み出す人の苦しみっていうのは、うんうん、なかなかこうちょっと理解されがたいものまあそうなんですよねのもあるんですけど、本当に命がけ本当に骨身削りますよね。骨身削って、うん、もう何もかも捨てる覚悟のもとで物をやっぱ生み出していくところの苦しみと、だからこそそこになんかキラリと光るものを見てくださった皆さんが感じてもらえるものっていうのがやっぱ生まれてくるんだなって。そうなんですよ、もう一期一句それを言いたかったです。ありがとうございます。いやでも本当に、いやありがとうございます、あの見ていただいて。あれあれあれ、こんなに空いてましたっけ。あれ誰かいませんでしたっけ。いましたよね、冒頭3名じゃなかったでしたっけ。消えましたね。あれイリュージョン、これは何ですか。辻岡さんはマジシャンもされてるんでしたっけ。そうなんです、今ちょっと消えました、消しました。あ、消しました。これまた登場させていただくこともできますか。できると思います。あ、じゃあちょっとやっていただいてよろしいですか。ちょっとはい、お願いします。いきますよ。はい、はい、いきますよ。はい、お願いします、はい。あちちんぷいぷいぷい。あ、意外と昭和な感じ。呼び出し方は意外と昭和なんで。あれ楓さんじゃなくて、楓さんが今出ました。はい、した違いましたね。楓さん。もういい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 。というかさ、というかさ、どんな扱いやねん。俺、ジュネグラで今日出て、で、ゲスト連れてきて、で、俺、羽振りって。ね、びっくりだよ今日。それはいけないと思う。もう楓さんってもう本当に僕尊敬してて。なんで怖い怖い逆に怖い。あの分かってらっしゃる。その分かってるっていうのは、うん、そのなんだろう、今日は、はい、ゲストで来させてもらってるから。なるほど。今日どうだいなきゃいけないなっていう部分であったり、ちょっとなんかそういうね、はい、バランスとコントラストをきっちりやっぱ分かってらっしゃる。スタッフさんが今 あえての楓さんアートマークや。どういうこっちゃね。あなたが操作してんねんこれ。本当ですよね。本当ですよ、ね。初めてだ俺こんな経験。ここまでないがしろにされた番組ないっしょ。さすがに。でも楓さんはやっぱりこの番組準レギュラーっていうだけあって、毎週あのチェックもしてくれてるじゃないですか。まあ毎週チェックしてますよ。どうですかチップスのそのやっぱパフォーマンス。今度は今週実際イベント、うんうん、イベンターとして出てくれるわけで、まあの予定だよね、はい、一応ね、うんはい、うんうん。まあどうですか今現在、まあいろいろ YouTube とかでもね、うんうん、あの見ていただいて。いや、うん、でも実際僕が入ってでどうなるのかなという楽しみもあり、うんうん、も多分ね僕から見たらもう完全にハルちゃんはダンサーズに押されてるのね。あやっぱダンサーズメインにバーンと見えて、まあそれは逆にダンサーズが頑張ってるのね、うんうん、だからハルちゃんは頑張ってないと遠回しに言っているんだが、うん、だからもっとハルちゃん頑張ってハルちゃんメインでドーンっていうのをさせるためにも、俺がハルちゃんをこうグイグイと引っ張っていけたらまあいいかなと。もう上手いですからね。いや本当に上手なんですよ。いやダンサーズはやっぱほらもうちゃんとしてるのでみんな本当に必死に頑張ってらっしゃるので、うん、じゃあはるちゃんはね、うん、もう他その他でもう今必死やから、うん、あのもっと歌頑張れみたいなところで僕がまあそこ引き出せればいいかなと、ね、僕はステージでいいんです。もうこういうなんだろうこの空気だよ。この空気だよ。ちょっと今耐えられなくなっちゃった。突っ込むのもどうか。もう流しちゃおうかな。怖い。またスタッフさんがペンを取るよ。大丈夫。アヒルさんがカエル出た。すごい。そうだよね。カエル出たよね。カエルとカエル欠けてるんだね。このアヒルさんって方もですね、チップスの制作チームで、ね、実はですね、この後ろ見ていただくと、これがあの、ちょうどですね、辻岡さんの真後ろになるんですけど、これがブルーベリーチップスの作品なんですよ。でこのジャケットイラストを担当してくださってるのがアヒルさんです。そう。そうなんですよ。アヒルさん、ね、すごいね、アヒルさん。すごい、アヒルさん。でもアヒルさんはずっとプロ のイラストレーターとして活動されてる方で、変えるより変えでハートマークってもらってます。変えるより変えでということで、ね、今ちらっと ねあの辻岡さんが出してくれたカエルが今いましたから、ね、そういたんですけど、ようやくだね本当にあのもうこういう風に言ってて俺またバッサリ切れたら どうしようってドキドキしてんだけど、まあいいよ。鑑賞、鑑賞、なんじゃそりゃ。何に対して俺完全に勝ってんの。しかもアヒルさん、あの今辻岡さんがすごいねって言って
言ってくれたので、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと緊張気味の子、ありがとうございます。俺、大体アヒルさん会ったことないの、俺。全然アヒルさん触れてくんないよね。そうか。アヒルさんの時は、俺、一生懸命アヒルさんってどうでこうでって、いろいろつぶやいたのにもかかわらず、まあ、そんなもんですよね。でも、本当は興味ないんですよ。本当、興味ないんですよ。待って待って、多分、カエルさんの一方的な、なんかこう、ね。一方的な感じで、塩川さん気持ちいいですね。興味ないですよ。スパッとこう来てくれて、ね、準レギュラー奪われるから、ね。この流れどう？来月から僕。待って待って、俺の場所も回っといて。俺ここまで来るのに半年しか待って。確かにね。本当に。なんやねんもう。びっくりだよ。いやしかしユーストリームって面白いね。誰だ今度もう何でそれ初めてですね、ユーストリームって。でも本当ですか。なんかネットのなんか、うん、あっと驚く放送局とか、うん、なんかああいう、うん、でも全部収録なんですよ。あネット関係生じゃないんですね。テレビも大体やっぱ収録関係が多かったので、生でこうやってなんか反応見ると面白いですね。ね、それがまたでもそのツイッターできるところの良さでもありますよね。もうこれ、うん、これが今の時代なんですね。ですね。っていうかやっぱすごいわ。じゃあね、俳優さんやから、うん、まあいろんなキャラパンパン出てくるのね。こうね、ついてくの必死だね。本当に、ほんま、確かにね。真面目にブワって言ったかと思いきや、急にガラッと変わるから。すごいね。引き出しが多いよね。やっぱすごい、やっぱね。本当テレビ映画出てる人すぎだ。やっぱ引き出し全部出たし。まだ持ってるで、持ってるね、まだ持ってるで、持ってるよね、持ってよ、まだよ。見てしかも秋からこれかかるよ。なんで金かかんねえ。これでいいです。これで大丈夫です。はい、あ、アヒルさんが、カエルさん面白いです。でも結構笑いって相当ついてるけどね。ありがとうございます。最後これ嘘って書いてある。待てい、書いてないから。面白いです。笑い嘘。わかった、わかった。あのこうピーって線やるとそこだけこうちゃんとあのこれ白文字で打ってる。カーソルでやると見えるから。なんでやねん。なんでそんな難しいことせなあかんねん、ここで。さすが。そういうこと。アヒルさんも。俺じゃないんだ。今出したネタ俺やけど結構頑張った俺も単数引き出したおぐつがないんだね。でもアヒルさん来ましたよ。まあ、なんでやねん。ほらやっぱり待てい、しかも分かってる、分かってる、漢字一文字怖いわ。嘘なんでやねん。ちょっと重みがありますよね。怖いわ逆に。本当に俺夢の中で出てきそう。嘘って漢字一文字だけボンって。ちょっと待ってくださいよ。何が、待ってくださいよ皆さん、うん、時間がもう40分なんですよ。マジっすか。早いね。早い。もうこれ後半に突入してますので、ちょっとですね。ちょ、もうそろそろ。やだ、ちょっと。ちょ。いやいや、別に2時間枠にするじゃん。行っちゃいますか。お前が言うな。お前は拒否とかなるぞ。びっくりしちゃったよ。なんでお前が乗ってんじゃん。違う。やはりもう後半はですね、その今日はね、アーティストなんですよ。辻岡さんがさ、映画監督であり、あの俳優でありっていうのは、みんなね、私たちが語る必要がないわけですよ。そうそう、分かってるわけですよ。そう、うん、もうみんなの方が知ってるわけなので、そうそうそう、ここからはやっぱりもうアーティストのね、辻岡さんとして、うん、まあこのアーティストの辻岡さんっていう振りを僕多分もう 4,5 回してるんですけど、結局アーティストの話をまだしてない。全くしてないですよね。何の話をしてたのか。本当ですよね。ね、まあいいんじゃないですか、楽しければ。まあまあでもアーティスト行こう。ここから行きましょうか。どうした、うん、ですね、辻岡さん今回セカンドシングルということで、はい、9月の9日にリリースされる、はい、タイトルは何というタイトルでしょうか。はい、ディスタンスって言います。ディスタンス。おディスタンス。この楽曲のですね、ちょっとそのエピソードというか、うん、まあ、あの作る上での、はい、辻岡さんのこうお気持ちといいますかね、はい、うん、どんな思い入れがあるのかをちょっと教えていただきたいんですけど、まあ、うん、まあこれもうちょっと幅広くなんですけど、はい、まあ、人って恋をするじゃないですか。恋しますよ。またね、恋するんですよ。恋しますよ。だけどその異性同士がこう歩み寄っていく距離、うんうん、これってやっぱり、うん、とてもやっぱ繊細な部分 で、ね、そこにいろんな葛藤があったり、うん、はいはいはい、もがいたり、うん、切ない気持ちだったり、まあいろんなものがそこに詰め込まれるものを、うん、このディスタンスっていう曲に描いてるんですよね。はあ、なるほど。そのディスタンスっていうのは、うん、日本語に訳せば距離っていうことで、はい、この人と人とがこう歩み寄っていく距離っていうものを、まあ、僕なりの解釈でプロデューサーさんにこういう感じで作ってくださいっていうふうにお願いして、あ
出来上がりました。そう、でもあのね、かっこいいね。そう、これだけね、もうかっ、どうすんの？これだけあの芯の通ったね、うん、気持ちを伝えたら、それは曲がかっこいいのが出来上がるに決まってますよ。しかもこの声だよ、この渋い声ね。ね。かっこいいに決まってるじゃないの。いやいやいや、ちょっと待って。ね、これはどうしますか、今日オンエアやめますか。これは多分ね、かっこよすぎちゃうとさ、ちょっと、あ、まあここはやっぱオンエア行きたいですよね。オンエア行きたいですよね。ですね。ちょ、これなかったら何のために行きたい。ここやで。そうか、そうそう、これやで。まだ、そうそう、プロポーションやで。そうか、なんか変なおっちゃんだよ。ねえ、なんやこのおっちゃん、ちょっとカエル出して。カエル出して、アヒルがなんや言う。ちょっともういつ言うな、もういつ言うな、面白いとこ取らないで、面白いとこ取られたらうちは何にもなくなって、ほんとディスタンスいいですねって、もう早速ね、もうタイトルだけで、ね、もうちょっとありがとうございます。今の説明だけでやっぱそうなりますよ。ちょ、やっぱそうなったら聞きたいよね。聞きたいですね、やっぱり。いやでもね、あの僕は本当言っときますけど、はいはい、あの本業はやっぱ映画監督なんですよね。で、なぜこういう俳優とかアーティストやってるのかって言ったら、はい、最初はやっぱもう監督は監督だけをやるもんだっていう、なんかその20代の頃っていうのは固定観念があって、はい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 、でもそれのどっかの限界っていうのはやっぱ感じたんですよね。で、俳優とかアーティストっていうのはやっぱ映画監督として以外の部分のこう表現することになるほど、うんうん、で、あの監督っていうのはあのプラモデルで言ったら、うん、あの設計図みたいなもの、説明書を作る人間なんですね。はい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 。でも俳優とかアーティストっていうのはその、うん、作られたその説明書を、うん、あの作り上げていく、具体的にそういうやっぱ違いの表現っていうのがあるので、俳優とアーティストをやることによって、うん、本来自分の本業である映画監督っていうフィールドを拡大していくことができるっていうのを僕30ぐらいでファンの人に教えてもらってあの辻岡さん、番組が終わった後チップストア何ぞやっていうのを考えてもらっていいですか。いいですよ、これがかかっちゃいますね。これちょっとかかるんですか。ガチャガチャ。え、じゃあぜひちょっと早速ですが、ね、ちょっとディスタンスという曲を、はい、あのね、うん、ちょっと聞いてみたいので、うん、じゃああの曲紹介というか、はい、曲振りをしていただいてよろしいですかね。はい、じゃあ9月9日に、全国発売する、ディスタンス、どうぞ。待って、皆さん、聞いていいですか。初めてでしょ。もうごめん、ため息まじりになっちゃう。いやいやいや、けなせないでしょ。どこけなすのよこれ。いい曲じゃないですか。そうそう、普通にいい曲だよね。ちなみにあのレコーディングの何かこうちょっと大変だったぞっていう気がありますか。仕事なんで。いや、本当に仕事なんで。お芝居もほら滑舌であったりとか、言葉の出し方とかっていうのはやっぱりね、すごい大事なんで、だからその部分がやっぱりアーティストになったらなったでまた活かせる部分もね、あるから、やっぱりだってなんだろう、なんで普通にアーティストさん、またねこれ面白いもんで、アーティストさんだけの歌だと基
平べったく聞こえるんだけど、俳優やってるでしょ、俳優やって歌やると、今度言葉の表現にポンポン伝わってくるから、ね、あの来るのがすごい、そう、そう本当にあの曲の中でやっぱ演技をしてくれるからね、俳優さんだとね、だからね、すっごい一言一言がね、歌詞がガンガン伝わってくる、わかる、そこはいいよね。いや本当そうだと思った。いろいろやるのっていうのはやっぱいいことなんですよ。うんうん、そうなんだよね。すごいわかる、これ。いや本当。最初はやっぱなんか、ダメだなってやっぱ思ってたんですよ。今もやっぱね、頭の方の人が来てるから、こういう活動をするのって。まあ、まあ、10人とかどうですかね、いろいろね。で、自分のとこ近さすぐ力って。なるほど。それでも考えられない。ああ、なるほど、なるほど。そういうことやらずに。でもそれってすごく、確かになんか、一本筋としてやるのは、可能性があるんだったらね、そうでもやっぱやるっていうのがさ、チックになってさ、ね、初めて来て、もっとなんか自分っていうものを大きくするための一つの活動、うん、でも最終的にやっぱ、入ってる場所っていうのは、そこのなんか、興味の幅を広げるっていうのを、すごくやっぱ、音楽やることで、この出会いっていうのが、私に、絶対僕はマイナスではないと思う。やはりでもね、映画を作られる上でそういう、なんだろう、やっぱ辻岡さんご本人があのアーティスト活動されてる上で、やっぱりこう、なんだろう、背景に流れてくる音楽もご自身の中でやっぱ湧き出てくると思うんですよね、うん、そういうアーティスト活動を経て、だからすごく素晴らしいことだと思うんですね、それだけいろんな引き出しを開けようっていう挑戦っていうのはかっこいいなって思いますしね、ね、うん、だもうさ、うん、もういいんじゃね、もうさ、こんだけ出されたらどうすんだ、うちらもアーティストやん、これだって俺、これなんでこんなに真面目に喋ってるの、こだいたい、うちらアーティストだけやで、これ、いやでもこんないろいろやってアーティストでこんだけかっこいい曲出されて、うちらどこでや、何をしたらいいんだ、本当にどうしますね、うん、なんか漫才やる2人やっとくなんでやねん、なんでやねん、組むなんでやねん、乗るなよ、いいな、なんかこの、いやいや新たなる活動ちょっと、無理くりですよ、一人じゃ叶わないんで、どうにかしようって、僕らはあなたに勝ちたいんですよ、そうあ、でもアヒルさんがですね、辻岡さん甘い歌声ですね、あ、ありがとうございます、やった、やっぱでも女性に言われるっていうのは嬉しいことですよね、嬉しいですしかも、うん、スタッフさん、辻岡雅人さん公式ブログまでアップしてる、もうこんなの今までそう、初めてだけど俺チップスのブログですけど、すらないですからねやってるやってる、必死言っているまあでもこれもきっと辻岡さんのやっぱ人柄なんですよ、人柄ですよ、こういう空気にしてくれるっていうのはやっぱり、ねね、それを言いたかったバリの曲を出しましたけど今俺人柄ないんか、俺スピーチだぞ今日、違う、ね、楓さんもそう、楓さんも本当もう十分よ、なんだろう、なんだろう、感じないおかしいぞ、感じないなんかもう楓さん見てるとお腹いっぱいになっちゃう、ちょっと待って、満腹感が、辻岡さんがそれ言ったらもう楓は大丈夫、そうそう、声変からやめて、来月から俺に任せてくれの、全部敗者の言葉しか聞こえないからやめて、でもこの2人、お二人のコンビ、いや僕すごいいいなって思うのは多分カルちゃんがいいところまで持ってきてくれるんですよね、いやいやいやでも、うん、そこで、うん、あの本当に満腹になりたい人を、うんうん、多分カエデさんが満たしてくれるんですよ、きっと上手いだからなんかこうバランスがすごくいいなと、ねえねえねえ、ゲストにフォローされてるうちだから本当だよね、本当だよね、いやいやいや、ピースだし、自分やないですよしかも見てもうパチ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 ちょっとだから50分すごいよ、早いよ、曲を聴きながら辻岡さんのブログを見てきました、うわーすごいですよ、嬉しいですね、ありがたいですね、これもう50分ですか、早いね、本当に、ね、本当に早い、だって今日これでもね、用意してた企画を全てなくしてお送りしててもこんなに早いっていうのはだってまだまだ出るでしょ、だってコントだったらさ、もっと俳優でどういうの出て、うん、その時はどういう人と共演してどういうのだったか、もっと自分撮った映画の内容がどうでとか、うんうん、そうそうそう、実は今度これのディスタンス、これも実はもう主題歌なんですよ、そうなんですよ、そうそうそう、で、この2曲目に入ってる IF という曲はそうですね、これ、はい、カップリングですね、はい、はい、これも IF はどっか挿入歌が入ってる、挿入歌ですですよね、来年の、うん、多分頭ぐらいにあの老獄っていう老人の6に、はい、老に獄中の獄っていう
映画が公開するんですよ、うん、こちらもだって出演されてる方がすごいの、ね、ね、でこれ出演しているのがうん、あの女子プロレスラーのアジャコングさんで、はい、あと人気俳優の押成修吾君と、はい、あとあの男はつがいよの佐藤蛾次郎さんという人がメインで、もうさ、みんな超有名人だからね、ほんと老人福祉の、はい、老人介護を題材にした恋愛映画なんですよね。そうなんですね、はい、そう去年すごい話題になって、うん、ここにいますよ、もう仕掛け人ここにいますから早く公開しろって言ってあ、そう、それでそう、これもね、まだ裏話っていうかあって、うん、本当はこの あったんですよね、テーマ的には周りからは違うキャスティングがいいだろうって、そうおー、いいんですか、その話も聞いちゃって大丈夫なんですか。最初はこの、まあ、脚本ができて、はい、あ、まあ、最初は水野聖子さんっていう原案を、うんうんうん、現役の看護婦の方が、はい、こう原案を起こしてくれて、はい、でその後上田くんっていう、はい、脚本家の方が、はい、本を書いてくれたんですよ。ほうほうほう。でそこを見ていくと、うん、プロデューサーもみんな、うん、この主演の女の子は、はい、もう池脇千鶴しかいないっていう話だったんです。はいはいはい。で、うん、いや、まあ、池脇千鶴持ってくるのもいいけど、うん、あの子いっぱいもう映画出まくってるわけじゃないですか。でいっぱい出まくってて、この牢獄の主演をしたからって言ったって、うんうんうん、いっぱいある芸歴の中の一作品でしたもん。ここなるほど、なるほど。なんかそれがなんか自分の中でなんかこうなんていうんだろうな、引っかかりがあったんですね。それよりなんかこの牢獄っていうのを出て、うん、で明日やった、一生懸命頑張った、うん、って言ってくれるような人にやっぱやってもらいたいと思って、うん、やっぱそういうあれですね、見るとこやっぱ違いますね、うん、そうそうそう。なんかやっぱそれだけいろんな映画に出演されてる方を起用した方が、うん、要するにその、まあ、ちょっとやらしい話ですけど、うん、ヒットするんじゃないかとか、うん、なんか一般的にはそっちを考えちゃうんじゃないかなって、うん、なんか面白みがなくて、うん、でそこでやっぱ看護婦ってみんな綺麗な人をイメージするけど、はい、で僕も確かに綺麗な人っていうイメージはしてたんですけど、うん、それをなんかちょっとこう翻したいと思って、最初ダンプ松本さんか怖いですよね、病室に竹澤持ってきて検温の時間じゃんはいみたいな。でアジャコングさんだと、でどっちって思って、うん、もうみんなに相談して、で僕も自分の中で決めて、これアジャさんだな。だって今さ、アジャさんだとまだ今現役で、そうですよね。だって日程調整とかめちゃくちゃ大変じゃないですか。まだ全国で試合してますしあれ、じゃあ試合の合間に来てくれて、で撮影終わってすぐ大阪とも試合して、わすげえ。じゃあうっかりメイクのまま映画に出ちゃうことはないですね。それはそれはないですよねメイクで隠しましたね。うわすげえ。でもだから逆に向こう、ね、断ったりしなかったですか。最初アジャさんにオファーした時に、ね、アジャさん自身が、うん、映画の主演って初めてなんで、はいはいはい、すっごく悩まれたんです。あー、なるほど、ね、悩んでだって全然フィールドも違いますしね。全然違うし、でやっぱ話題になるじゃないですか、はい、悩んで煮え切らない時に、うん、もうこれはダメだと思ってアジャさんに、はい、おいアジャさん、絶対俺はアジャさんの綺麗な女性の一面をこの牢獄で描くから俺を信じて出てくれ。かっこいい、かっこいい、かっこいい。ちょっとなんか言われたい、そんなもん。やばい、もう俺についてこい。うおお、じゃどうする、辻岡さんにそんな言われたらみんなついてくって。で辻岡さんの今の奥さんがアジャさんなの。どういうこと。結婚しちゃった。結婚しちゃったよ。そっちじゃない、そっちじゃない。そういうことになっちゃう。いやでもすごいですね、そういう、要するにもうね、あなたの人生を俺に任せろぐらいの。まあまあ、でも本当にそういうことですね。結構そのやっぱ監督とメインの俳優さんたちの関係ってやっぱ信じてもらえないと。そうですよね。監督のことをやっぱ信じてもらえないとみんなやっぱできない。そうですよね。しかも1日2日で出来上がるわけじゃないので、ね、そのコミュニケーションをやっぱ築いていく作業っていうのはすごくやっぱ繊細ですし、それもまた一つのディスタンスなんですよね。なるほど。まだ挟んできたぞ。最後こういうちゃんとオチを持ってくるっていうところが。次回は話し方さんとして。そんなんでもう55ですよ。ちょっと待ってください。どうしよう。ね。まあでもちょっと頭が若干あれだったのかな今日はね。まあそうですね。まあまあでもじゃあせっかくなんでほら告知というかね、その9月9日発売とか、ね、他にもなんか配信だったり可能性だったり多分いろいろあるみたいで、ぜひぜひ。そうですね、まずそう、9月2日、はい、に関東だけなんですけど、これちょっと残念ですけど関東だけなんですけど、うん、空鉄と言われる、空手の鉄人さん、空手の鉄人さんというお店でですね、このディスタンスと、うん、
カップリングの If っていう曲が導入されますので、はい、興味ある方はぜひちょっとカラオケに行って、はい、歌ってください、うん、これ実はですね、歌と歌入りとカラオケがある、うんうん、カラテツって面白いもんで、普通はカラオケだけなんですけど、実はこれ歌入りも入っていて、歌が要は CD がカラオケボックスの中で聴けるんですよ。じゃあ、うん、私は僕は辻岡さんとデュエットしたいんだっていう人の願いも叶っちゃう。そうそうそう、ここ声が普通に辻岡さんの声が入ってる状態で歌えるっていう。あ、それいいですね。でまあごめんなさい、これなんで僕そんな、なんで知ってんねんって話なんだけど、うん、一応軽くだけ、はい、僕の告知もさせて。はいはい、どうぞどうぞ。あの個人でそれは蜂ですぎるやろ。何やねん、何やねん。ちょっと一応これだけ言っとこうかなと、はい、一応あのタートルエンターテインメントって、まあ、ちょこちょこね、はい、話ももらってますけど、はいはい、企業でやってるんで、あのそこで今回ちょっと辻岡さんに、うん、まあ、あのいろいろと協力させていただいて、なるほど、いわゆる CD のプレスとか全国発売とか、うん、あとそのカラオケだったり、うん、着歌の配信だったり、まあ、着歌これから多分お話すると思いますけど、はいはいはい、っていうのをやらせていただいてます。今回あのマッシュって最後噛んでましたけどね。今回あの音楽のことに関してはもうずっとあの楓さんと、はい、あのコンビを組んでというか、いや逆にもう本当楓さんの全てのお力添えの上でロケさんっていうのがやっぱこう売り出されていってる。だから本当にもうすごいいいプロモーターで、いやいや、本当感謝します。いやいや、とんでもございません。もうあのもう CD 発売した後もタートルエンターテインメントのホームページトップでバン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 辻岡正人バン出た後、その次のバンってフラッシュ変わった瞬間、うちが出しましたみたいな。なんかそこまでやると、僕なんか賄賂してるみたいな。そんなことない、そんなことない。うちとしてはもう、だって一番有名人ですよね。力があるんですよね。本当にありがたい。ごめんなさい、話、カラオケが9月2日、はい、でもって9月9日にまたね、着歌とかも、はい、そうですね。そうですね、9月9日に、はい、まあ、前後ですね、うん、で着歌着歌フル iTunes があの配信されます。おしょ、なるほど。あとあの9月5日に、うん、あのポップナイテッドっていう全国に3万部配られているあの音楽雑誌のフリーペーパーなんですけど、それにちょっと表紙と2ページインタビューをさせていただいてます。すいません、はい、すいません、それもうちからすいません、すごいですねなんで、あ、じゃあ、じゃあ、持ってるよ。なんで、なんだこれでも、本当にあの、HMV とか、あの、タワレコさんとか、いわゆる、主要レコードショップ、あとはリハーサルスタジオとか、リハーサルコスタ、うん、まあ、その辺の、ショップさんのところにも、うん、あと、空鉄さんにも置いてありますんで、うんうんうん、ぜひぜひ、もう、思いっきり辻岡さんがバーン映ってます。いやー、すごい見てください、はい、ぜひぜひ。もう1分前なんですよね。あ、9月9日、ディスタンス、タワーレコード、HMV、山の楽器、新生堂、その他、いろいろな各種なところで、はい、Amazon でもね、インターネット Amazon でも買えますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。あの、この、CD が売れる売れないによって、うちも困ります。よろしくお願いいたします。ローモーションバッチリじゃないですか。じゃあ、もう入れ込もう入れ込もうと思って。もうちょっといいですか、お二人にちょっと物申していいですか。もうこれ1分前でチップスの曲をかけれないので、また次回出てくれるっていう約束してます。じゃあまた来ますよ。また来ますよ。また来てもう1時間です。また足んないから。いやいやいや、またぜひぜひ。もう一回またみんなに会いたい。おいしみんなに会いたい。スタッフが俺って違う。みんなや、だからみんな会いたい。みんなや。よしじゃない。本当にでもね、うん、普段お忙しい中でね、ましてやこの番組が最初のオンエアということで、そうそうなんです。あの曲かかるの本当にこの番組があるって、ありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。いやでもぜひね、今後のご活躍もね、うん、まあもちろん陰ながらになってしまいますが、こう思いっきり応援させていただきながら、やっぱ番組の方にも遊びに来ていただいて、はい、ぜひ今度は1時間どしもでお送り。なんでやねん。いいですね。なんでやねん。乗るんかい。だから辻岡さん、ちょっと俺本当にプロモーターで若干抑え気味だったから。ちょっとイメージがちゃうみたいな。そうね、俺おかしいぞなんか。そうですよね。俺別にあの一緒に別に同じ企業に勤めてるわけでも何でもないんだけれども、なんで俺なんか抑えてんだよ、マネージャーみたいな。辻岡さん、辻岡さん、もう確かに確かに。いやでも本当にあのぜひまた遊びに来てください、はい、ぜひ。ね、本当に今日はお忙しい中ありがとうございました。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 そんなわけでね、ちょっと口を回ってしまいましたが、うん、今週はこの辺でお別れとなりますけれども、ぜひね、9月9日辻岡さんのセカンドシングルディスタンスご購入いただいて、まあ、カラオケ等のね、うん、チェックもしていただきたいと思います。お、それではまた来週金曜日お会いしたいと思います。じゃあ思いっきりあちらにバイバイを皆さんでしていただいてほしいですかね。また来週お会いいたしましょう。せーの、バイバイ。9月9日よろしく。よろしく。